試合の決着がつかないとき、勝者を決めるために導入された PK 戦。運の要素が大きいと言われるこの方法は、これまで数々のドラマを作ってきました。今回は J リーグクラブの歴史に残る PK 戦を紹介します。選手やスタッフでさえ正しく理解していないことがあるルールも解説しますので、ぜひ最後まで楽しんでください。J リーグ開幕の翌週に行われた1993年5月22日に行われた名古屋グランパス8と横浜マリノスの一戦。会場の名古屋市瑞穂球技場は朝から冷たい雨が降り、荒れていたピッチは至る所に水たまりができるほどの最悪なコンディションでした。試合はマリノスが前半に先制するも、名古屋が後半に追いつき90分が終了します。現在なら1対1の引き分けで試合終了ですが、当時は引き分けがなく V ゴール方式の延長戦を行い、それでも決着がつかない場合は PK 戦で決着をつけていました。そうして延長戦に突入しますが、決着がつかず J リーグ史上初の PK 戦へと突入します。 PK 戦で使われたゴールの周りもぬかるんでおり、ゴールキーパーの正面にはしっかりと水たまりができていました。名古屋の1人目、米倉は枠を大きく外し、マリノスの1人目、エバートンはキーパーの正面に蹴り弾かれ、両チーム失敗。その後は両チーム4人目まで成功させます。マリノスのビスコンティや名古屋のリネカーはピッチの状態もあってか浮き球で決めました。そして迎えた5人目、名古屋は藤川がきっちり決め、外せば負けのマリノスは三浦文武がペナルティーマークへと向かいます。待ち構えるゴールキーパーは伊藤裕二。三浦はキーパー伊藤の動きをよく見て、短い助走から伊藤の逆を突き、ゴール左下へインサイドキックで蹴りました。通常なら決まるはずのシュートでしたが、ゴール前の水たまりに阻まれてボールは勢いを失ってしまいます。逆へ飛んでいた伊藤は素早く立ち上がると、ゴールライン付近で力なく転がるボールに頭から飛びつくと右手でかき出し、ゴールラインを割らせませんでした。この瞬間、名古屋グランパスの勝利が決定。 J リーグ史上初の PK 戦は水たまりによってボールが止まるという珍しい形で幕を下ろしました。この試合は J リーグ開幕30周年を記念した J30 ベストアウォーズのベストシーンにもノミネートされています。現在 J リーグの試合でゴール前が泥だらけになって、プレーに支障をきたすシーンは見られなくなりました。水浸しになってタッカーと呼ばれてしまうこともありますが、ここまで泥だらけで田んぼのような光景は見られません。この30年間で日本のピッチ環境が大きく進化したことを感じさせる試合でした。1995年、当時はどちらも弱小だった浦和レッズと名古屋グランパス8の一戦です。会場は 44,464 人が駆けつけた国立競技場。春の冷たい雨が降る中での試合は120分間スコアが動かず、 PK 戦に突入します。浦和のゴールキーパーは土田久志、名古屋は水溜りの試合でも務めた伊藤裕二です。1人目は両チーム決め、名古屋2人目、パシュは高めを狙いますが枠を外し失敗。後攻の浦和、田口は成功して浦和がリードします。3人目は名古屋、トーレスが左隅に決め、浦和はブッフ・バルトがゴール左を狙ったものの、コースが甘く伊藤がセーブし2対2に。4人目の名古屋、森山は決め、浦和、土橋は左へ蹴るも枠を捉えられず失敗し追い込まれます。決めれば勝利の名古屋、5人目は浅野。しかし正面やや右に蹴ったボールはキーパー土田が弾き失敗。ここで土田は喜びますが、スコアを勘違いして勝ったと思ってしまったようです。その後、浦和、山田が決めてサドンデスへ突入します。6人目、7人目、8人目と両チーム決めて9人目、名古屋はバンジー飛べないビビリな平野隆が右へ蹴りますが、読み切った土田が見事セーブ。決めれば勝利の浦和、キッカーは野人岡野。右に蹴りますが伊藤の読みが当たり右手でセーブ。決着がつきません。10人目も名古屋、加藤が止められ、浦和、池田もセーブされてしまいます。4人連続で失敗となりました。11人目は共にゴールキーパーがキッカーに。伊藤、土田ともに決めて2巡目に突入します。12人目、13人目と両チーム成功し14人目へ。名古屋のトーレスは右に決め、浦和のキッカーは1回目に失敗したブッフ・バルトです。ブッフ・バルトは正面低めに蹴りますが、伊藤は膝に当てて弾き、14人目、20分間に及んだ PK 戦に決着がつきました。勝利が決まった名古屋の選手たちは勝利の立役者伊藤の元へダッシュして抱き合い喜びを表現。
2度の PK 失敗となったブッフバルトはうなだれていました。ちなみに PK が2周目に突入した際に蹴る順番を変更できるルールがありますが、両チームの選手スタッフ誰も知らず1巡目の順番のまま進めてしまったと浦和の田口が後に語っていました。ルールを分かっていればブッフバルトの順番を遅らせていたかもしれません。ルールを把握しておくことは大事ですね。1999年の J リーグはジュビロ磐田がファーストステージを制するも、七海が海外移籍したセカンドステージは低迷してしまいます。そんな中、清水エスパルスが連勝街道を突き進み、セカンドステージを優勝。年間優勝を争うチャンピオンシップは、サッカー王国静岡の両クラブの対決となりました。磐田のホームで行われた第一戦は、磐田がゴン中山のゴールで先制するも、清水はすぐさま沢登りのゴールで同点に追いつきます。1対1で延長戦に突入すると、相手選手のハンドで磐田が PK を獲得。ゴン中山が決め、磐田が年間王者に王手をかけました。そして清水がホームの第2戦、磐田は服部のミドルシュートで先制点を決めます。勝つしかなくない清水は、相手ゴール近くでアレックスがファールを受け、絶好の位置でフリーキックを獲得。しかし、必要なマークに苛立っていたアレックスは、報復の蹴りを入れてしまい、一発退場してしまいました。ただ、落ち着いていた沢登りは、フリーキックを決めて追いつくと、延長戦ではファビーニョがゴールを決め、清水が V ゴール勝ちを収めます。その結果、V ゴール勝ちの1勝1敗で並んだため、年間優勝をかけた戦いは PK 戦に持ち込まれます。先行の磐田は4人続けて成功しましたが、清水の2人目サントスは、磐田のキーパー、尾崎雄心に止められてしまいます。そして外せば負けの清水4人目は、V ゴールを決めたファビーニョ。しかしボールは枠から大きく外れ、この瞬間ジュビロ磐田の年間優勝が決まりました。ちなみに勝利の立役者となった尾崎ですが、この年途中まで清水に在籍していた安藤正弘からサントスのキックは最後まで見ておれば反応できるとの助言を受けており、情報戦で制した PK 戦でした。2005年の山崎ナビスコカップ決勝はジェフ千葉とガンバ大阪の対戦となりました。試合は両チームがせめぎ合い0対0のまま90分が終了。延長戦でも点が入らず、勝敗の行方は PK 戦へと持ち込まれます。しかし、千葉の指揮官であるイビチャ・オシムは、円陣を終えるとロッカールームに戻ってしまいました。PK 戦について、監督の力も及ばない、運命を偶然に委ねるものである。くじ引きみたいなもの。論理的であって、論理的でないルール。と批判的な考えを持つオシム。そのような考えを持つきっかけとされるのが、ユーゴスラビア代表監督だった1990年ワールドカップの準々決勝アルゼンチン戦です。国家としてのユーゴスラビアが崩壊しつつあったこの時期、代表や国内リーグは民族対立の吐け口として混沌としていました。誰を起用するかで民族間対立が起こってしまい、代表チームを編成することさえ困難を極めましたが、それでもオシムは毅然とした態度で自らが選んだ選手たちの結束を守り、ワールドカップ予選を通過します。本大会ではグループリーグを突破すると、決勝トーナメント1回戦はストイコビッチの2ゴールでスペインに勝利し、マラドーナ擁するアルゼンチンとの準々決勝に臨みました。試合は0対0のまま120分を終え、結果は PK 戦に委ねられますが、オシムによるとこの時 PK を蹴ることを申し出たのはたったの2人。失敗したら自分や家族が危機にさらされることを恐れ、キッカーを拒否したとされています。オシムはキッカーを決めるとロッカールームへ。こうして行われた PK 戦は、志願した2人以外が PK を外し、敗退し、結果的にこれがユーゴスラビアとして最後のワールドカップとなりました。試合後の記者会見で PK 戦のことばかり聞かれたオシムは、どうして素晴らしい120分間の戦いについてではなく、PK 戦のことばかり聞くんだと苛立っていました。話はナビスコカップの PK 戦に戻り、ガンバの一人目は世界の PK 職人遠藤康人。相手の動きを見極めて蹴るコロコロ PK が武器でしたが、千葉のキーパー立石智則は最後まで動かず、遠藤は強いシュートを放つも阻止されてしまいます。一方千葉は阿部勇樹、水野幸喜、工藤光平、林武則と4人続けて成功し、決めれば勝利となる千葉の5人目はモアキ。プレッシャーのかかる中、右にしっかり決め、クラブ史上初タイトルを手にしました。遠藤の PK を止めた立石は、この試合の MVP に。ちなみに、2006年の A3 チャンピオンズカップでも遠藤の PK を止めており、遠藤キラーとして名を馳せました。
試合後、選手たちはピッチへ戻ってきたオシムを胴上げしようとしますが、オシムは断り続けます。このことをインタビュアーに聞かれると、私の体重は重すぎるので、選手が怪我をしてしまいます。とジョークで交わしていました。またオシムは2006年に日本代表監督に就任し、2007年のアジアカップに臨みましたが、PK 戦を嫌うオシムは、PK の練習をさせたがらず、コーチを務めていた反町康晴が強く主張して、やっと OK が出たそうです。準々決勝のオーストラリア戦は PK 戦で下しましたが、キッカーは反町が決めたとのこと。オシムはいつものようにロッカールームに引き上げており、勝利を収めて反町が報告に行くと、雰囲気でわかるよと返され、陰険メガネとも呼ばれる反町は心の中で、このへそ曲がりと思ったそうです。2018年6月6日に行われた天皇杯2回戦、名古屋グランパスと奈良クラブの一戦は1対1で120分を終え、PK 戦に突入します。奈良先行で阿波方式の PK 戦は、両チーム2人目まで成功しますが、3人目で先行の奈良は失敗。名古屋は成功と明暗が分かれました。4人目は名古屋が決め、外せば負けの奈良は金久保が決めますが、軸足をケンケンさせた動きをキックフェイントと主審は判定し、やり直しを命じます。2度目はシンプルなモーションで決めました。その後、奈良の5人目も決め、決めれば勝ちの名古屋5人目。佐藤久人のシュートは、奈良のゴールキーパー藤吉が横飛びでセーブすると、続けて名古屋6人目。ワシントンのシュートは、コースが甘く、キーパー藤吉は連続セーブ。そして決めれば勝ちとなった奈良6人目の藤井がしっかり決め、JFL の奈良クラブが J1 クラブを倒すジャイアントキリングを達成。奈良イレブンは喜びを爆発させていました。しかし翌日、3級審判員の資格を持つ一般人から、あの場面はキック失敗で終わるのではとの問い合わせで事態は一変します。前年に競技規則が変更され、フェイントを入れた反則行為はやり直しではなく PK 失敗と扱うこととなっており、これは明らかな競技規則の適用ミスです。ルールが正しく適用されていれば、この時点で4対2で名古屋の勝利が決まっていました。 JFA の審判部は競技を経て名古屋の勝利になると両チームに説明します。しかし、国際サッカー評議会と確認作業を行う中、PK のやり直しという選択肢があることが発覚し、前代未聞の PK 戦やり直しが決まったのです。一方、審判委員会で協議したところ、問題となった PK シーンは実はフェイントモーションではなかったとの意見で一致したとも発表。軸足をケンケンさせた動きは助走中の動作で、キック時の動作でないとの見解で PK 成功とすべきで、判定ミス、いわゆる誤審だったとのことです。ただ、判定ミスは主審の判定が最終という考えから、結果が覆りませんが、適用ミスは遡って、結果等々を修正できるとの解釈があることから、やり直しという決定になりました。また、この競技規則適用ミスに対し、清水周平主審は、公式戦3ヶ月の審判活動禁止処分、副審2人も公式戦2ヶ月の審判活動禁止処分を受けました。ちなみに清水主審は、2022年の山形と岡山の試合でも、競技規則の適用ミスから再試合になっており、やらかし癖のある人という評判になってしまっています。その後 PK 戦やり直しは審判団を交代して6月28日に行われ、7対6で名古屋が2回戦突破を果たしています。その中でも奈良の金久保はシンプルなモーションから見事に決め、 PK 職人としての力を証明しました。埼玉スタジアム2002で行われたフジゼロックススーパーカップ2020、 J1 王者の横浜 F ・マリノスと天皇杯王者のヴィッセル神戸の一戦は、打ち合いの末3対3で後半を終え、 PK 戦に突入します。両チーム2人目まで成功させますが、マリノス3人目のエジガルジュニオは神戸のゴールキーパーイークラの好セーブで失敗すると、神戸小川はキーパーの逆を突き左に蹴るもポストに当てて失敗してしまいます。続く4人目マリノスは水沼が枠を大きく外し、見事な宇宙開発を披露。続いて神戸の西はマリノスのゴールキーパーパク・イルギュにセーブされて失敗。5人目はマリノス松原が枠を外し、この時点で J リーグ記録の5人連続失敗を更新。さらに神戸大崎は短い助走のキックで枠を外し、試合後ただただ下手で外しただけと自重しました。サドンデスに突入した6人目マリノス和田のシュートを神戸ゴールキーパーイークラがセーブすると、神戸フェルマーレンは枠を大きく外し、これには解説もなんだこれと思わず口にしてしまいます。7人目はマリノス遠藤はクロスバーを叩き、9人連続での失敗に。
一方神戸の山口はしっかりと決め、ヴィッセル神戸が初のスーパーカップ優勝を果たしました。この出来事は大きく話題になり、ツイッターのトレンドに PK 下手がトレンド入り。さらに日本のみならず世界中で取り上げられ、異例の事態、史上最悪、お粗末な茶番劇、日本の PK がひどい理由が分かったなどと紹介されました。ちなみに先行有利とされる PK 戦、ある研究では先行のチームの勝率は 60% だったとのこと。先行有利を解消するために、先行後攻、後攻先行の順番でキックを行うアバ方式が導入され、2018年の名古屋と奈良の試合でもこの形で行われましたが、主要な国際大会で採用されなかったため、日本では2020年には従来の方式に戻っています。今回は J クラブの歴史的な PK 戦を紹介してきましたが、皆さんの印象深い PK 戦はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。